それでは時間となりましたので始めたいと思います。ダースーさんによるメディアコーデックで動画編集をしてみようです。それではダースーさん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。本日はまあ、本日のために書いてある MP4 コンポーザーアンドロイドというライブラリを用意してきましたので、そちらを見てから、まあ、聞いていただくと、スムーズかもしれません。よろしくお願いします。で、まあ、今回、まあ 初参加初登場ということですね、まあ、あんまりちょっと登壇してないんですけども、まあ、最後まで聞いていただけたら幸せです。まあ、ちなみに動画の案件携わっている人ってどれくらいいらっしゃいますか？あ、多いですね。すごい。あ、もう動画の編集もしてるって人もいますか？いらっしゃいます。あ、すごいですね。あ、よろしくお願いします。で、自己紹介です。今 C チャンネルというところで Android と、まあ、プログラムみたいなことをやってます。でも Twitter では何もつぶやかないんですけども、GitHub にはソース結構上げているのでフォローしていただけたら幸いです。で、今日のゴールですね、Android アプリを作れる人、まあ、業務で触ってるっていう人がこれからその動画編集やるぜってなった時にスッて入っていけるような、まあ、概念を理解するというところが今日のゴールですね。こういった動画が、まあ、フィルターかけれたりウォーターマークをかけれたりするようになるというところが、本日のゴールです。で、また音の編集のことは本日お話しいたしません。映像編集を中心にお話しします。で、すみません、さっきも言っちゃったんですけども、まあ、本日のためにライブラリがありますので、まあ、こちらを、まあ、動くサンプルとして見ていただけると実際に、理解が深まると思いますので、ぜひぜひご参照お願いいたします。で、まあ、このライブラリはですね、すごい簡単に、まあ、セピアフィルターだとかウォーターマークも、ちゃちゃっと作れちゃうので使ってみてください。でですね、本日ですね、この順番でお話ししたいと思います。まあ、まずは動画とはというところと、あと、まあ、次に動画編集の基礎知識を、追ってから、まあ、メディアコーデックと OpenGLES の、概念を説明したいと思います。で、まあ、最後に、まあ、動画に実際にフィルターかけたりウォーターマークをつけるときに、まあ、大事なポイントどれを紹介いたします。まあ、まず動画とは音と映像で、まあ、映像と音が同時に再生しているだけで、まあ、それで一つの動画になります。まあ、その映像と音声ってまあ全然別のファイルですので、まあ、それがそれぞれ勝手に再生していて、まあ、たまたま動機が取れたように見えるというのが動画です。で、まあ、動画はその映像と音なんですけども、まあ、映像とはまあ、画像の集合体なんですね。まあ、30fps の動画であれば1秒間に30枚の画像がパラパラ漫画式に、まあ、動いているだけでして、まあ、その動画にフィルターをかけるということはこの1枚1枚に全てフィルターをかけるということがになっていきます。次に、動画編集の、基礎知識に関して、お話しさせていただきます。まあ、動画編集でまず理解をしていきたい用語がまず4つあって、まあ、エンコードとコーデックとデコードとムクサーという言葉だと思ってます。で、先ほどですね、映像とは、まあ、1秒間に30枚の画像があったりすると言ったんですけども、まあ、それが本当に30枚1秒間にあるとなると、まあ、1分間に1800枚の画像の重さになってしまうんですね。まあ、でも実際の動画ファイルって、まあ、1800枚分のまあ、重さがあるかといったらそんなことはなくてですね、それは圧縮してくれてるからなんですよね。で、その圧縮の行為をエンコードとまず言います。で、コーデックとはそのエンコードする際のアルゴリズムの名称を言います。まあ、H.264 とか MPEG4 とか聞いたことあると思うんですけども、まあ、それはアルゴリズムの名称ですね。で、 Android 4.4 以降はほぼ H.264 に全端末対応しておりますので、まあ、H.264 を押さえておけば、
実務では困らないかなと思ってます。でデコードなんですけども、まあ、先ほどエンコードで圧縮した動画を復元する行為なんですね。なので動画を再生するということは、動画ファイルを必ずデコードされて、一枚一枚パラパラ漫画式に表示しているということになります。で最後にムクサーなんですけども、ムクサーとはその映像と音をくっつけて一つのファイルコンテナに収めてくれるのが、ムクサーといいます。で、動画にフィルターをかける4ステップをちょっと強引に説明するとですね、まず動画をデコードする、画像にすると。でその展開した画像にフィルターを一枚一枚かけていくと。で、かけた画像をですね、今度はまたエンコードして圧縮して映像にして、で最後に映像と音と同時に、動画ファイルにして一つの動画編集の流れができます。次にメディアコーデックのポイントです。で先に MP4 コンポーザーのアーキテクチャに関してお話しさせていただきます。組み方いろいろあると思うんですけども、私はこのように組みました。でまずメディアエクストラクターで画像を一枚一枚取り出して、メディアエクストラクターから受け取ったデータを、デコーダーでテクスチャーにしてからフィルターをかける。フィルターをかけたものを、エンコードして、最後にムクサーでまとめて MP4 にする。でこの流れがですね、1サンプルあたりなんですけども、3000サンプルあったらこれが3000回繰り返されるというのが動画編集の大きな流れです。で先に紹介しちゃったんですけども、メディアコーデックといいましても、実際ですね、メディアコーデックで動画編集が全てできるわけではなくて、主にこのメディアエクストラクターとメディアコーデックとメディアムクサー3つのクラスを組み合わせて動画編集を行います。でメディアエクストラクターとは、先ほども話しちゃったんですけども、デコードの一部を担います。で、編集元の動画から音データと映像を一枚一枚バイトバッファーで、メディアコーデックに渡していきます。その時の渡す大きさは、メディアコーデックが渡せる大きさで渡していきます。で次メディアコーデックなんですけども、メディアコーデックはデコードとエンコードが両方できるクラスなんですね。でデコードとエンコード両方できるといっても、それぞれ別のインスタンスでやる必要がございます。メディアエクストラクターから受け取ったバイトバッファーをデコード専用の、メディアコーデックで受け取って、サーフェステクスチャーとして展開して、でエンコード側のインスタンスでそれを、書き込んでいきます。最後にムクサーなんですけども、エンコード側の、メディアコーデックから、編集された音と映像をバイトバッファーで受け取って一つのファイルコンテナを生成していきます。でこちらのコードが細かいんですけども、ものすごい大雑把な流れです。実際は状態の分岐とかがたくさんあるんですけども、パッと理解するにはこれぐらいがちょうどいいかなと思って、ちょっと編集しました。まずインスタンスを作ってバイトバッファーを作成します。で、デコーダーからサンプルサイズを受け取った後デコーダーに渡します。で、次ですね、メディアコーデックからメディアムクサーの流れなんですけども、デコーダーで、テクスチャーにした後にそれをフィルターかけた後、エンコーダーの方で、書き込みを行います。で書き込みを行った後に、それがバイトバッファーでそのデータが取れますので、そちらをメディアムクサーに渡して一つのファイルが、作られていきます。でこちらですね、すごい大雑把な書いてありますので、実際の方は、ライブラリーの方を見ていただければと思います。次に、OpenGL ES2.0 の、ポイント、概要に関してお話しさせていただきたいと思います。こちらはですね、MP4 コンポーザーの方で実際にフィルターをかけているところが、
OpenGL ES2.0 を使用しているところです。OpenGL ES とは、皆さんご存知だと思うんですけども、GPU を使用したプログラミングだとということです。で、CPU と GPU の違いは、同じプログラムに対して異なるデータに対して、並列実行してくれるというのところが、CPU に比べて大変優れたところです。なので、そのため複雑な描画エフェクトとかが結構早く、実行できたりするのがいいところです。実際フィルターをかけるということは、全てのピクセルに処理を加えるということで、OpenGL ES だとこのピクセルへの処理が同時に並列にですね実行されるので、早いパフォーマンスが出るということになります。ですね、OpenGL ES での描画までの流れをちょっとまた強引に3ステップにまとめてみました。で、OpenGL とはその 3D のモデルをですね 2D 画面上に描画する技術です。で、そのためにはですね、まずポリゴンとか多分聞いたことあるかもしれないですけども、そのような頂点情報をまず用意します。で、その頂点情報が 2D ディスプレイのどこに描画するかを決定した後に、各ピクセルごとの色を決定していきます。この3ステップが大きな流れですね。で、頂点情報用意なんですけども、まず、XYZ と UV というものがございます。で、 3D の座標になりますので、まず XYZ の座標が、必要になります。で、動画編集ですと元の動画ファイルからデコードした画像を正直 2D でそのまま貼っつけるだけですので、 Z 軸は全部0になります。で、 UV 座標というのはですね、その OpenGL が画像を扱うときに使う座標なんですけれども、そちらの座標と 3D の座標を合わせる必要があります。具体的にこのようなことがしたいわけですね。UV 座標とは0から1の間で描かれる座標なんですけども、そちらをそのまんま 3D 座標にペタッて貼りたいというだけですね。これでまず頂点情報の基本的なところができます。で、 2D ディスプレイのどこに描画するかの位置の決定というのはバーテックスシェーダーというものでやります。バーテックスシェーダーですね、まず拡大回転等の変換座標 と XYZ の座標、頂点座標ですねを計算して頂点位置を、計算します。で、GL ポジションとメインの関数にあるんですけども、それはシェーダーの組み込み関数でして、そこに値を入れると表示のポジションが決定していきます。で、動画からそのデコードした画像と UV 座標を掛け合わせてフラグメントシェーダーへテクスルが取れる情報源として、この V テクスチャーコードというところは渡していきます。で、先ほど出たその変換行列というのがあるんですけども、4×4 の行列に特定の値を入れることで回転や拡大が実現します。行列とか数学が必要だと思うんですけども、結構大丈夫です。行列計算はですね、 Android がユーティル関数を用意してきてくれて、移動や回転、拡大、一通りすべてユーティルでですね、全部実現が可能ですので、あまり数学の知識等はいらずとも実現することは可能です。で、これ中身を見てみるとですね、平行移動した後にどうなっているかとか、回転した後にどうなっているかとか見てみると面白いので、ぜひ深掘り等もしてみてください。で、先ほどバーティクスシェーダーの時にフラグメントシェーダーという言葉が出てきたんですけども、フラグメントシェーダーとは
色を決定する役割の箇所です。まあ、その色を変更するフィルターや、まあ、ウォーターマークをつけたいという時の処理はですね、ここでの処理が非常に大事になってきます。この V テクスチャーコードというのがそのバーテックスシェーダーから渡ってきたんですけども、その V テクスチャーコードで UV 座標が渡ってきます。でその UV 座標が渡ってくることによって、OpenGL に入っている画像、まあ、つまりテクスチャーからテクスチャーを取り出して、色情報を、取り出すことができます。で GL フラグカラーというですね、これまた組み込み関数なんですけども、こちらにですね、その RGBA の値を入れるとそのピクセルの色が決定していきます。これは豆知識みたいな感じなんですけども、バーテックスシェーダーからフラグメントシェーダーに座標を渡すときに画素というものが生成されています。でその画素が生成されることによってフラグメントシェーダーが色をつけることが可能になっています。ここは全くですね、意識しなくても自動でやってくれるので全然知らなくてもいいんですけども、深掘ってみると面白かったりするので、興味ある人は深掘ってみてください。でフィルターをかける際にですね、実際に、組んでみたアーキテクチャなんですけども、まずデコーダーサーフェイスがですね、サーフェイステクスチャーとしてデコーダーから、画像を取得していきます。でデコーダーサーフェイスでは、拡大や改定等の行列情報も管理していきます。でフィルタークラスの方で実際の描画を行います。でまたフィルターかけるのももちろんここでやります。でエンコーダーサーフェイスの方でメディアコーデックのエンコードの書き込みを行っていきます。またちょっと大雑把なコードの流れなんですけども、描画されたテクスチャーをまず待ってですね、で、テクスチャーが来たら、それをドローします。でエンコーダーにですね、現在その今1秒目の動画のデータだよとか 3.3 秒目の動画のデータだよとかいうのをその秒数の情報を伝えてですね、エンコーダーがスワップバッファーするとエンコーダーに書き込みがされていきます。でバイトバッファーでその書き込まれたデータを取り出してメディアムクサーの方に、渡すとですね、動画ファイルがどんどん生成されていきます。でサーフェイステクスチャーとはなんですけども、通常の OpenGLES の 2D テクスチャーとは違います。Android がその OpenGLES で使用しやすいように独自で作ってくれたクラスですね。で挙動がなんかたまに 2D テクスチャーとなんか違うなってところがたまにあるので、気をつけてないといけない時がたまにあります。次に動画にフィルターをかけていきます。動画にフィルターをかけるということはもう1ピクセルごとの色をフラグメントシェーダーで変更するということになっていきます。ここからもフラグメントシェーダーのお話になってきます。このようなそのグレースケールの、動画を作る場合ですね、フラグメントシェーダーでのその RGB の色って1が白で、0が黒になるんですね。でテクセルの色にちょっと見にくいんですけども、コンスト、ベク3ウェイトという定数があるんですけども、それぞれのピクセル にですね、この、ウェイトという定数をですね、このようにかけてあげることでいい感じに色が黒っぽくなって、グレースケールのシェーダーがかかったりします。これ数字をちょっとでもいじっていくと微妙に色が変わってきますので、こちらも深掘っていくと面白いです。で、先ほどとほぼ同じなんですけども、今度はグレースケールとはちょっと違った書き方ですね。 R と G と B に対してそれぞれ
かけていくことによって、ちょっと色あせたような昔のような映像が出てきます。こちらもいろいろ数字いじってみるといろいろ変わって面白いので、ぜひぜひやってみてください。で、動画に、ウォーターマークを、つけるんです。で、ウォーターマークをつける際に、ポイントが2つあるんですけども、まずウォーターマークのビットマップを OpenGL に送るということと、あとフラグメントシェーダーで動画からデコードされたテクスチャーとビットマップをアルファ合成を行います。で、ビットマップを OpenGL に送るようなんですけども、Android 端末でテクスチャーを、使える数には限りがあります。で、ビットマップを OpenGL に送るには、まず最初にアプリ側で使うテクスチャーを確保しなければなりません。GL Gen Textures っていう、関数使えば確保できます。で、成功したらですね、対象のテクスチャーを、バインドすることができます。そうですね、こっちのスライドでしたね。で、バインドが済んだら、Android が用意したですね、GL Utils Text Image 2D という、画像がテクスチャーとして、扱えるように、してくれる関数で、OpenGL 上に、画像ビットマップを送ることができます。で、次にフラグメントシェーダーでアルファ合成ですね。フラグメントシェーダーでアルファ合成を行うことにより、ウォーターマークのついた動画が完成します。RGB それぞれに色の加算と透過をコントロールして重ね合わせていくことによって、ちょっと 見づらいんですけども、この下にあるドロイド君が、全フレームについているみたいなことが、実現可能です。これちょっと分かりづらいんですけども、このドロイド君が透過してたらですね、このシェーダーですと透過したいい感じのウォーターマークもつけることができますので、ぜひぜひ試してみてください。最後にですね、最後に、映像編集はですね、メディアコーデックと OpenGL の、合わせ技になります。で、メディアコーデックに関してはドキュメントを読んだりとかサンプルを動かせばなんとかなるんですけども、私の場合は OpenGL の理解とメディアコーデックとの連携がちょっと大変でした。ですが、OpenGL 力がですね、シェーダー力等が上がるとですね、大変表現力に幅が広がってきますので、ここが上がると、いろんな、面白い動画とかが作れるようになってくると思います。で、またですね、iOS に比べるとその動画生成の時間、コーデックに10倍くらいは時間がかかってしまいます。 iPhone6S や Galaxy S7 でちょっと対決して試してみたんですけども、そこでちょっと UX は考慮する必要はあるなと思ってます。で、そこでですね、動画プレビュー中にフィルターをかけれるライブラリもちょっと作ってました。エグゾプレイヤーというその Google がオープンソースで用意してくれている動画生成ライブラリに対して、フィルターをかけることによって、コーデックを待たずに結果を知ることができるので、UX 観点では有用かと思います。あと、OpenGL も MP4 コンポーザーに比べればこちらの方が結構高度な組み方をしてますので、 OpenGL のサンプルとしても読んでみてください。最後に、僕がメディアコーデックとか勉強したときにですね、大変お世話になったリンクを紹介いたします。ユーヤ・プレスト先生が書かれた一番上の記事はですね、OpenGL とメディアコーデックの連携に対して大変参考になりました。で、メディアコーデック周りに詳細に書かれているので、ぜひ読んでみてください。で、ケンゴのお屋敷さんのその OpenGL の仕組みがですね、大変深く詳細に書かれているので、こちらも、ぜひぜひ読んでみると学びがあると思います。で、サンプルがですね、Android で書かれているので、こちら我々としてはめちゃめちゃ助かるので、ぜひぜひこちらも読んでみてください。
最後にマイナビニュースさんの 3D グラフィックスの概念とレンダリングパイプラインなんですけれども、こちらは OpenGL ES だけじゃなくて、まあ、その OpenGL の一般的な概念等が分かりやすく説明されてますので、こちらもお勧めいたします。で最後におまけなんですけども、これ僕だけかもしれないんですけども、この GL Uniform 3FV っていうですね、GPU にフロートの配列を転送する関数があるんですけども、まあ、それを実行すると Galaxy シリーズの7以上でなぜか落ちるという現象がちょっと見舞われたので、皆さんも気をつけてください。ご清聴ありがとうございます。ちょっと早いんですけど、すみません。ご清聴ありがとうございました。